ピッツスペシャル S1、S2 ピッツ S-1S ピッツスペシャルは、極技飛行に多く用いられている、副用機である。アメリカ人飛行機設計者、カーチスピッツの設計で1944年に、初飛行した。1960年代から現在に至るまで、極技飛行の競技会で活躍している。最初のピッツスペシャルは1942年に、設計が開始され、 1944年に初飛行した。55馬力のエンジンを搭載し、空気重量はわずか2 2 6キログラムと小型軽量だったが、パワー不足が否めず、すぐに90馬力のエンジンに換装された。この機体は地元の顧客から10機の発注を受けたものの、初号機の完成前に発注者が倒産してしまったため、1947年に、 アメリカの局技飛行展示パイロットであるベティスケルトンの手に渡り、彼女はこの機体で1948年から全米アクロバット飛行協会の女性タイトルを3年連続で獲得した。その後何機かが製造された後、ピッツはアマチュア制作家でも作れる、要、ホームビル時として組み立てられる機体の設計図面の販売を行った。そして1962年にドンピットマンが、 ピッツスペシャルで1962年の全米アクロバット選手権を獲得し、1964年のディノエアレースで観客を沸かせたことで、ピッツスペシャルは花形機の仲間入りを果たした。ピッツは1976年に製造と販売に関するあらゆる権利を売却し、現在は完成機としてはアメリカ合衆国ワイオミング州のアビアット社が製造するほか、 ホームビルト機として、フロリダ州のステーンエアロラボが部品を供給している。アビアット社の機体には17フィートの翼金の機体に、ライカミングエンジン図製の200馬力の水平対向エンジンを積んだ短座型の S-1 と20フィートの翼金の複座型 S-2 がある。極機飛行の競技会では、ロシアの単要規約 -50 が現れるまで、 対抗する期待はなかった。ピッツ S-2A。ありがとうございます。